はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜勉強はこんなお話です。はい。えーとですね、今回は美術館の展示を見てきたよっていうお話なんですけれども、まあ、何を見に行ってきたかというとですね、えー、東京の目黒区美術館っていうのがありまして、目黒の美術館にですね、 1>, えー、1月の16日から31日までということで、まあ、今月いっぱいなんですけれども、えー、画材と素材の引き出し博物館、見ることの楽しみという展示をやってるよっていうのをですね、ネットで見かけてですね、おこれはちょっと見ておこうと思って行ってきました。 えー、まあ、どういうものかというとですね、目黒区の美術館が、えー、まあ、以前からワークショップやなんかで使いやすいようにということでですね、あの、こういう引き出しをですね、わかりますかねこういう、えー、っとですね、まあ、こう引き出しがありまして、こっちがわかるかこんなやつですね。こういう引き出しを持ってるんですよ。これが4つあってですね、で、それぞれテーマが決まっているんですけれども、この引き出しがですね、めっちゃ面白いんですけれども、 まあ、画材とかですね。えー、紙とかですね。まあ、素材と、まあ、あと画材の、まあ、その引き出しっていうことなんですね。で、まあ、こんな感じになっていてですね。それぞれテーマが決まっていて、えー、この画材の引き出しとかいうのがあると、まあ、それぞれ画材になってて、まあ、天然顔料とか人工顔料とか、練り材による色の違いとかですね。まあ、こういうですね。絵の具とかね、まあ。あの、そういうのがこう、いろんな、 画材が、えー、この引き出し一個一個がですね、そのテーマになっていて、これ引っ張り出すとですね、うんどんなのになってるかって言こんななんですよ。こんな感じ、こんな感じ。ね50センチ四方のこの、えー、板の上にですね、まあ、いろんな、えー、テーマに沿ったですね、画材だったりとかですね、まあ、こ,ううあのこういう素材だったりとかいろんなものがですね、 まあ、並べられていてですね。これをそのまま展示することができるようになっている展示セットなんですね。ほら。だから、こういう紙とかもこんな風になっていて、そのままこういう。 枠ごと出していくこともできるし、まあ、上にね、アクリルの板とかついてるんで、このまま壁掛けにしてですね、展示もできるよ、ということで、非常に便利なものになっていて、ワークショップなんかをするときに、あの、そのテーマに必要なものがあればですね、その引き出しだけを引き出してですね、まあ、みんなで見ながらワークショップをやるみたいなこともできるよ、ということで、いろんなですね、まあ、あの、まあ、古今東西の、えー、そういうですね、画材だったり、紙だったり、えー、と、それから木だったりとかですね、 まあ最近あのね木軸のシャーペンとか流行ってたりとかしますけれどもまあ木の種類によったりとかその仕上げ方によってこの種類のまあ肌感が違ったりとかですねまあこういうねいろんなえ素材の雰,雰囲気だったりとかまあ紙だけじゃなくて紙以前のねえ筆記剤だったりとかまあそういうものがですねこういろいろ引き出しに入ってるんですよ僕はこういうのが大好きでですね <laughs> なんかやっぱあのサンプル帳とかサンプルボックスとか大好きでやっぱりねこうやってですね素材をきっちり並べてあって見られるっていうだけでですね僕は結構ねやっぱこれ気になるわけですよ。で特にやっぱり最近文具の歴史の本こととかをですねまあ、本書いたりとかもしてましたしあとはですねああの、まあそのまそ文房具辞典なんかでもそうですけどもそういうのでね一応ねあの知識としては知ってたりするけども現物見たことないやつもあるんですよ。 まあ、パピルスとか、まあこういうね、洋肢ぐらいだったら持ってたりするんですけど、例えばこの、アマテとかね、これはあのー、中央アメリカの昔のですね、まああのー、こう、作っていた、あの、紙ですね、紙の代わりですね。これはあの元で一軸の皮みたいなやつを剥がして作るんですけどもっていう知識はあるんですけども、実際一軸の皮で作った、えー、筆記媒体どんなものかっていうのを、現物見たことなかったんで、こういうのはね、現物は見れたりとか、 タパとかね。タパはこっちはニューギニアとかあの辺ですよね。のやつとかですけれども。まあこういうのがですね、それぞれまああったりするし、まあコード三つ股みたいなそれぞれのですね、まあ、和紙のを作るための素材だったりとかがあるわけです。っていうのが、まあ現物をね、こう枠に入れてあって、すごい綺麗に飾れるようになってて、まあこれはかっこいいですよ。なんで、 で、まあこういうね、えー、他にも金属だったりとかね、そういうものがあったりするんですけど、僕、やっぱこういうのがね、本当に好きで、あの、素材大好きさんなので、えー、九州大学とかでもやっぱ年に一回授業やってるんで、マテリアルの授業やってるんですけれども、そういうののために、まあここまではやっぱできないんですね。なんで、百均のプラスチックのケースの中に、あの、それぞれですね、まあ素材ごとに分けてあったりとかして、えー、手触りの、 え、箱みたいなのをですね。20個ぐらいかなもうちょっとあるかなあの、毎回持ち込んでるんですけども、その箱にはですね、いや、例えばプラスチックでも、ポリプロピレーの箱と、ね、ABS の箱と、とかね、PS の箱と、とかいうふうに、こう、分けてある。PP とか PS とか、ABS、塩化ビニール、ね。それぞれですね、手触りも違うし、実際使われるものも違うので、そういう加工品とかっていうのを一つ一つ箱に入れてって集めてあるんですけども、そうやってね、比べるとすごい面白かったりするんですね。 その前から好きなんですけども、やっぱね、贅沢ですよね。この、目黒の博物館ともなると。やっぱりね、かっこいいやつに入れてあるんですよ。これがね、本当にね、えっ、ー、と、かっこいい。で、これはね、あの、まあ、で、あの、それを見てですね、まあ、面白かったから、え、図録とか出てないですかって言ったらないですって言われて、がっかりしたんですけれども、で、あの、調べたら、まあ、以前にそれの本を作ったことがあるってことが分かってですね、これはあの、メルカリで買ったんですけれども、 あのー、まあ、ね、ずいぶん前の方ですね、あの、95年に初版が発行されてて、で、2002年に3刷りが出てると、と3版か、が出てるってことなんで、あれなんですけれども、まあ、 これはなかなかですよね。ということでですね。まあ、これがちょっと、まあ、こういうのがあるっていうのを知らなかったので、まあ、手に入ってよかったなっていうのと、あとはま、あ本当にあのー、目黒区の美術館ってほんとワークショップとか面白くて、まあ、狭い、あ、で、えっと、展示自体は大して広くはないです。これ行ったら、この箱が、だって4つしかないんですよ。で、4つある箱が、えー、っと、なんだ、画材と木と紙と金属っていう、もうそんだけしかないんですね。 この画材木で紙、金属のボックス4つしかないんですよ。もっとあっても良さそうなね、プラスチックの箱とか欲しいところですけれども、それはなくて、えー、こんだけなので、まあ、全部広げてやってもですね、そんなにすごい量があるっていうわけではないです。まあ、こじんまりとしたね、あの、目黒の美術館ってそんなに大きくはないあの展示スペースなんですけれども、でもね、やっぱね、現物を見るってやっぱすごいね、あれだなと思うんですよね。 なんで、まあそういうの好きな人はっていうところですね。僕はやっぱり、その、何ですかね、今あるものに関しては現物でもちろん話ができるんでいいんですけれども、あの、やっぱ歴史の話とかをしてるときに、やっぱりね、こういうものがありますよっていう知識で知ってるものを実際にその色を見るとか、あとはその出来上がる前の状態とかってやっぱなかなか見れないじゃないですか。うん、例えばその、 画材とかでも塗り固めてあって、例えば、このフレスコ画ってよく言われるんですけど、あの壁面にね、よくあの、教会の店長とかに書いてある、絵が書いてあるやつですけど、フレスコ画っていうのが実際は、まあ、あの、こういう下地があるところにこうやってね、あの、下地材を塗ってってとかいうので、まあ、層があるわけですけど、その層のところを実際の、だって実際僕らが見れるの表の部分しか見れないので、その途中の層が見れたりとか <laughs>、こういう、 油彩をやるときのキャンバスの上にこうやってだんだん処理していくんですよ、みたいなこととかが、ね、テンペラ側こうやってやりますよって指示体みたいなものっていうのは表から見えないので、まあ、こういうものがですね、ちゃんと一個一個、えー、見れる。で、ああこんな質感なのかっていうね、あのー、まあ、 これ一回見てすぐわかるかって言ったらやっぱそうでもないと思うんですよね。で、今回でもね、僕前にやっぱり文房具を辞典書いたりするので、いろいろとやっぱりね、紙とかの歴史だったりとか調べて行った後でですね、やっぱこういうとこ見に行くと、あ、これがあのっていうねあ、その、なんていうのかな、ね、 あの、素材の名前とかを知っているけれども、実際にアパーチメントとかね、えー、アマテとかいうのが、こ見えるのがやっぱりね。で、だんだんわかるようになってくるので、こうなね、ちょいちょいやってほしいなと思いますね。最近流行りのほら、木とかもね。 あのー、ほら、木軸のシャーペンとかすごい流行ってたりとかしますけれども、いろんな木があったりしてとかいうことで、この木とかもね、もう木のこのサンプルだけでもかっこいいよねって思ったりはするわけですよ。なんで、まあこういうものをですね、なんとなくですね、えー、僕はね、サンプル集めが大好きなので <laughs>、もう本当にあの手触りフェッチでもあるし、まあこういうですね、サンプルフェッチだったりするので、まあこういうのが集まってくるのが大,大好きなんですね、なんて思ったりするので、 まあ今回は、まあ、ちょっとだけ、もう本当に見て回るの自体はですね、1時間もかかんないような展示なんですけれども、本当に、あの、まあ、え、現物見れてよかったなと思います。まあね、あの、そういうので、こう、いろいろとですね、あと、まあ、面白かったのは、岩祭とか、えっとね、岩稜、日本画とかのですね、岩料って、これ、こういうとこも面白いですよね。 えっと、こうやって並べてあるんですけども、567891011って番号がついてるんですけども、これで、えっと、何号って言って番号がついてるんですけれども、実は、この元あった石を砕いて、この顔料にするんですね。青い石を砕いて、青いこの粉を作って、こいつをですね、ま、あの、塗りつけて作るわけですね。絵を描くわけですけれども、この粉って、だん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 粒子をね、あの、すりつぶしていって、小さくすると白くなるんですよ。 ねあの、粒子が大きいと濃い色なんだけど、粒子がちっちゃくなると、まあ、光が拡散するからそうなんですけども、まあ、理屈では知ってるんですけども、それがだん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 細かくなると、まあ、この辺でだいぶ、だいぶ白くなってくるよね、みたいなのが、こうやって見るとですね、ああ、なるほどってわかるんですよね。みたいなことだったりとか、まあしますんで、まあこういうのはね、面白いよね。うん。で、やっぱこの天然の顔料みたいなやつも、 まあ今やね本当にちょっと有毒物質なんかも中には入ってたりとかしてあのね普通にはもうねあのほとんど使われてないような顔料なんかもあったりもするみたいですまあそんなところもですね実際こうやって見ながらやっぱりね現物を見ていくの楽しいですよねうんということでまあこの展示の仕方も含めて面白いなと思ったのでまあ自分もやっぱり素材好きなんでそういうのを並べてみるのにちょうどいいかなと思いましたで目黒の美術館はやっぱこれもこういうのを作ってあの まあワークショップを結構やってるんですよね。このワークショップがすごい面白くて、まあワークショップの歴史みたいな。もうあの、この、この本があの知らなかったんで、あの、まあその美術館の入り口というか、あのね、レジのところみたいな、あ、これ入るのはただなんですけれども、まあそういうね、あのグッズ売ってるところがあって、そこのショップの、えっ、ー、と、人にですね、聞いてみたんですけれども、 えまあその「図録今回のはないです」って言われたんでまあ諦めようかと思ったんですけどその時にまあこのワークショップの本があってそれぞれにちょっとずつ出てますよっていうふうになってたのでこのワークショップ買ってきたんですけどもすんごいいろんなねワークショップやっててこれもねアアイディアの方向だなといいう風に思いますだからえっとその画材とか美術とかみたいなものを体験するためのワークショップをいろいろと開いてるんですけれどもそのこんなワークショップをやったよっていうまとめ本なんですよ。 でまあそのまあその記録本なので別にそんなに詳しく書かれてるわけではないんですけれどもただあなるほどこうやって素材を理解させようとしたんだなみたいなのが分かるんですね。でそういうのをこういうなんか、えー、と絵だったり造形だったりいろんなものをですね、まあ、みんなに分からせるためにいろんな展示をやってます。でまあこういうところでですねほらこんな風に。 あの、このボックスが活用されているということで、あの、ちょいちょいはワークショップの途中で出てくんですね。だから鉛筆を使ってこんなワークショップしたよとかいうのがね、すごい楽しそうで自分でもね、あの、勝手にやってみようかなと思うような、えー、いろんなやり方があってみたりとかですね。まあ本当になんかね、これ、じ自分がいたら、なんかね、そのワークショップに参加したかったな、みたいなワークショップなんかも中にありますと。 いうことで、まあそういうのが面白かったぞというお話でした。なので、えー、まあ目黒の美術館、えっ、ー、と、今回の展示自体は、えっ、ー、と、まあ1月の31日までということなんで、まあそんなに期間長くないので、もし気になる方は、えー、こういうのもね、行ってみてはいかがかなと思うんですけど、あの、博物館とか科学館で時々こういうのをやってくれるの本当に嬉しいなと思います。で、うん、やっぱりね、 あの、デジタルで何でもみたいな時代になりつつある今こそ、え現物をやっぱり見れるっていうのは本当にね、ありがたいことだと思います。あんまりね、そんなにすごい遠くまで行ったりとかはなかなかしづらいっていうところがあるので、まあみんなあちこち行けって言いづらい時代ではあるんですけれども、まあ一応、そんなにね、人入ってなかったからあれですよね。で、まああの、ね、 えー、まあ入り口のところで消毒してとかそんなのはあのもう本当にどこもやってるし、まあ、あんまり密にならないようにっていうふうにはなってるんでまあそこら辺はですね、えー、楽しく、えー、見てきましたよということなんでまあ、えー、見に行く機会がありましたらそういうのもですね 見に行っていただければというふうに思いますよということでえ今日はですね、えー、目黒区美術館の展示ですね、えー、見ることの楽しみ画材と素材の引き出し博物館というのに行ってきたよーというお話でした以上です、えー、ね、えー、ということで、えー、まあ、こういうのをね参考にしながらまた本も書きたいなというふうに思っていますということで歴史のお話もたまにはするよという感じでしたということで、えー、今日はそんなお話です以上ですおやすみなさい